僕の考えた最強の怖い話。はい、こんにちは、スレトルトと申します。久々にね、ホラーノベル、ホラーのノベルを読んでいきましょう。まあ、俺といえばね、ホラーノベルみたいなところありますからね。こちらのゲームは、まあ、1分の、怖い話が10本入ってるオムニバス形式らしいです。まあ、こいつが考えた怖い話なのかな？目がちょっと笑ってないですけど。まあ、10本コンプリートするとトゥルーエンドみたいなのを見れるらしいので、やっていきましょう。スタート。お前が一番怖いな、なんか。笑ってんの？本当に。暗黒大陸にそうだな。いや、階段みくじを引いていくかい？階段みくじ。振るのかな？おー、すごい！上に出てくんの、これ。シャカシャカシャカ。下じゃないの？上なのか。黄色だね。はい、どうぞ。いろんな色の怖い話が入ってんのかな？黄色はちょっとあれですね。いいですね。幸先がいい気がしますよ。え、黄色！黄色じゃなくて金色だった！読む。え？真鍋萌ちゃん。うちが小さい頃の話なんやけど、なんだけど、うちって言ってんのになんだけどなんだ。ちょっと関西弁なのか関東弁なのかよくわからんけど。うちが小さい頃の話なんだけど、一つだけ忘れられない思い出があるんだよね。小学4年の春だったかな。その頃さ、帰りの会で不審者が目撃されたら注意してくれってしょっちゅう注意喚起してた。まあ、なんかそういう人が出たらさ、終わりの会とかでプリント配られたりあったよね。まあ春だったからね。よく言うでしょ、暖かくなったら変態が湧くってね。実際なんか本当に4月は変態が多いらしいからね。不審者に注意しろって言われてもさ、怖いなって思うけど、あんまり警戒はしてなかったな。小学生そんなもんだよね。なんか保険であるとかこういったプリントとかってもうね、親とかにも見せずポイだったもん俺。よくないんだろうけどね。だってまさか自分が出会うなんて思わないじゃん。これはもうお化けの階段よりも怖いってやつだよこれ。人間が一番怖いんだから。でね、うち会っちゃったんだよね。放課後友達の家で遊んだ帰り道だった。黒いコートを着た男に会ったの。まさかガバか。黄色のおみくじなのに、ちっともなんか良くなさそうな話だけど。何歳くらいか忘れたけど、別に普通の人だった。不審者ってポスターみたいに悪い顔してるわけじゃないんだね。だから気がつかなかったわ。やばいやつっていうのはね、普通の顔してる感じしますもんね。え？光るものを探してるんだけど見てない？まさかゴールデンボール出すんじゃないだろうなお前。ここにあったみたいなさ。キャー。男は困った表情でそう言った。だからうちは親切心で一緒に探してあげることにしたんだ。いやいやいや、知らない人に話しかけても無視してくださいよ。道に落ちてた瓶のかけらだったり、ツヤツヤしたタイルだったり見つけてきたけど、男はこれじゃないって首を横に振った。光るものってなんだろう。それから男は人の家の車庫に入っていったの。え、不法侵入ですね。車は止まっていなくて、奥は少し薄暗い。あ、あったよ、光るもの。ほんと？よかったね。光るものって何なのか知りたくて近づいた。これやるんじゃないの。よく考えたら金色って金色の棒なんだもんな。金色の棒今出たからさ、ちょっとこれ多分ランダムでいろんなやつ出ると思うんだけど、一本目に引いちゃったんじゃないか俺、よくないやつを。出た！そしたら男は急にコートを広げた。さらけ出されたのは黄色に塗りたくられた五感だった。一番初めこれか。俺おみくじ引いたのこれか。この話か。叫びながら全速力で帰ったよね。てかわざわざ塗ったのかよって感じじゃない？この子強いな。全然トラウマになってない感じだね。高度な変態すぎてやばいよね。コレクション、うわー、引いたものが悪かったな。言えたものが、もっと怖い話とかもあると思うんだよな。まあ、ランダムだからね。あ、紫、いいね。紫だね。はい、どうぞ。先祖。あ、こういうの待ってたんだよ、こういうの。大島敏夫さんかな？気味が悪いんだよな。さっきのあれじゃない、金色の股間のやつじゃないだろうな。何がですか？ほら、お盆の時期に、小龍馬を飾るだろう。小龍馬。小龍馬ですか？まったく、今時の若者は小龍馬も知らんのかと思いつつも、知らないものは仕方ない。俺も知らないです。
昔ながらの風習が薄れてきてるのも時代の流れというやつだろう。あー、なるほど。ほら、キュウリとナスに短く切った割り箸かなんかで四つん這いになるように刺したやつだよ。ムーンっていうゲームに このなんかモンスターがいるね。キャッチ、見たことないか。あ、あれって少量魔って言うんですね。見たことありますよ、祖父母の家の仏壇で。キュウリは馬、ナスは牛に見立ててるんだ。ご先祖様の乗り物なんだぞ。迎えは足の速い馬を、送りは名残惜しいからゆっくりと帰ってもらうために牛を。なんでこのナスとキュウリでわざわざそういう風にするっていう風習が生まれたんだろうね。不思議だよね、なんか。知らなかった、勉強になります。うん。部下の言葉に少し気をよくしながらも、ごほんと咳払いをして話を戻す。ところでこれはどうだい、ガバッとかならんだろうな。お前じゃないだろうな、黄色のやつ。その少量魔を今年も飾ったんだが、道理もすぐに腐ってしまってな。今年は暑いからとかですかね。まあ、ナスはちょっと悪くなりそうだよな。キュウリは干からびそう。クーラーも効いていたし、そう暑いわけではなかったけどな。腐ったものを飾るわけにいかないからすぐに取り替えたんだが、数時間で気づけば腐ってたんだ。数時間で。ちょっと不思議現象が起きてんな。取り替えても取り替えても腐り続けて、そのうちに盆が終わってしまった。それはちょっと怖いですね。気味が悪いよな。注意した方がいいですよ、絶対。何かあるかも、何かの前触れかもしれん。ご先祖様が何か警告しているのだろうか。ほう、それともただの偶然か。ただ腐り続けただけで特別悪いことが起きたわけではない。だが用心するに越したことはないだろう。おほほほほほ、特に回収されることもなく終わりました。でも1分のホラーってこんなんで、でも俺こういうのが好き。なんか、うん、スッと終わる感じなの好きです。オムニバスみたいなね。一回も被らず終わらしたいな。うん、菓子色だね。はい、どうぞ。系譜なんか最終的になんか回収されたりするかな、今の話とか。赤石ひろしとかいいのかな。大いいおじいちゃんはいつも通りなんてことないようにゆったりと話し出した。また長話だと僕はげんなりした。ひいじいちゃんはね、戦前に新天地で生活を始めたんだ。はじめは知り合いもいなくて苦労したよ。でも仕事をして仲間ができて、近所で助け合ったりしてね。大変だったけど楽しかったな。戦争が始まって僕だけ仲間とは違う師団に配属されたんだ。ええ、物臭なものでね、引っ越した時に戸籍を移さなかったから僕だけ配属先が違ったんだろうね。そういうのあるんだね。仲間たちの師団は全滅したよ。あ、でもこの物臭なおかげで生き残ったわけだ。すごい音だな。ちゃんと戸籍を移していたら今ここにはいなかったんだ、いないんだろうね。ひいおじいちゃんはそう言って僕の頭を撫でた。その僕のね、ひ孫のこの子も生まれなかったかもしれないわけだ。くしゃりと目元に笑いじわ。たくさん辛いことがあっても何とか必死に笑って生きてきたんだ。もしもひいじいちゃんが物臭してなかったら僕もいない。そう思うとやっぱり戦争って怖いなって思った。おー、なんかいいね。コレクションがどんどん増えていきますね。全10個らしい。で、10個見たら何か起こるらしい。かぶんなよ。よし、オッケー。黄緑だね。はい、どうぞ。花、声、いきます。田中恵美ちゃん。うん、私には5歳の娘、まーちゃんがいる。最近、まーちゃんの鼻がグズグズしているのよね。あー、レッドちゃんの鼻もグズグズしてるね。風邪でも引いちゃったのかな、鼻炎かな、花粉症かな。額に手を当ててみる。熱はないみたい。咳もくしゃみもないけれど、これから悪化してくるかな。なんて思っていると、まーちゃんの呼吸に合わせて、緑色の何かがひょこひょこ出たり入ったりしてるのに気づいて、え？口からってこと？ニョッキかニョッキ。ん？鼻から何か出てる。あ、そうか、鼻からか。鼻くそかしら、緑色を。ティッシュを出して鼻をチンしてもらおうとよく見た。え？まさか。次の瞬間、私は悲鳴を上げていた。違う、これは鼻くそじゃない。まーちゃんの鼻から目が出ていた。それはなんか虫よりもちょっとえってなるな。いやー、
急いで引っ、勢いで引っこ抜く。抜いちゃって大丈夫か？目は豆らしきものから生えていた。あ、豆が鼻の穴に入って芽が出てるから、まあ、もやし的な。やっと取れた、すっきりした。大喜びして走り出す娘とは反対に、私は恐怖で震えていた。最近やけに鼻ほじっているなと思ったら、これのせいだったんだ。確か、一週間くらい前、乾燥した豆を使った料理をしたはず。まーちゃんも手伝いをしてくれたけど、一週間、鼻の中になんか豆が入ってたの？それはしんどいな。まさかその時に鼻に詰めたというの？あれから一週間、鼻の中で豆を育てていたというの？これさ、この芽がさ、逆側に生えて、鼻の外側じゃなくて中側に生えてたら、結構怖いことになったくない？危なくない？豆を握りしめながら、私は崩れ落ちた。いや、普通にいろんな種類の怖い話だな、これ。面白いですね。四つ目読みました。かぶんだよ。あー、かぶったー！ No!No! なんで腐ったんだろうね、その話に。あ、いいね、グレー。灰色だね。はい、どうぞ。窓、読みます。高橋洋介。あれは確か、夏休みだったな。当時小学生だった俺は友達の家に毎日入り浸っていた。午前中から集まって昼時になったら一旦ご飯を食べに戻って、ああ、朝遊んで飯食って、で、昼からも遊ぶってね。いいね。こんな元気な遊び方すんのはもう小学生ぐらいだもんね。また午後から集まって夕方までゲームをしてっていう感じで。俺ん家にはゲーム機がなかったから集まるのはいつも友達ん家だった。遊ぶのはそりゃ楽しいんだけど、一つだけ気になることがあった。遊びに来るといつも玄関の上にある2階の窓から、そいつの姉ちゃんが睨んでくるんだ。はあ。多分中学生ぐらい引きこもってんのか？小学生の俺にとって中学生の女子の睨みはマジできつかった。嫌でも目に入るからすげえ気になるし、横の部屋でうるさかったりとかしたのかな、ゲームで。死ねーとか言いながらボンバーマンやってたんちゃう？チャイムを鳴らすときは緊張した。あの姉ちゃんが出てきたらどうしようって。でも、なんでいつもいつも窓から見下ろしてくるんだろうって謎だった。俺が騒ぎすぎるから目をつけられてるのか？今まで聞くに聞けなかったけど、とうとう友達に聞いてみた。姉ちゃんいないとかを言うオチじゃないだろうな。なあ、お前の姉ちゃんいつも窓から睨んでくるんだけどよ。もしかして俺嫌われてる？俺んち姉ちゃんいないけど。マジでやべえよな。やべえやべえ。結局その日からその人を見ることはなくなったけどよ。俺の見間違いだったのか幽霊だったのか、毎回いるんだったらもう見間違いじゃないでしょうね。一体誰だったんだろうな。若い母ちゃんの可能性もあるけどね。おー、怖いな。最強の怖い話。まあ最強だよな。これが全部本当だったとしたらもうマジで最強だもんな。紫主張するねー。もう捨てといて、これここに。あー、もうやばいな。綺麗に来たかったのにな。最終的には10分の1とかになるもんね。いくぞ。よっ、あー、くそ。黄色だけどね、黄色じゃなくて。ちょっと！あと5個ぐらいあるでしょ？シャカシャカ。おー、出ねえ。出ねえ。こんなに出ないことあんだって。入ってないんじゃないの？主人。このおみくじ一回100円ぐらい取られてないだろうな。おい！主人、他の色がないです。これ、外でガチャガチャやってさ、最後の一種類だけ出なくてもうグニャーってなるやつね。いらんもんね。ガチャガチャでさ、欲しくても2種類はいらんもんね。ガチャガチャで被ったやつって、あ、来た！最終的になんか、どうなってんだろうね。世の中に被ったガチャガチャ、どうなってんだろう。みんな捨ててんのかな？青色だね。特定。特定されたくないな。田村美代。この前ちょっと怖いことがあったの。サークルの飲み会の後、終電逃しちゃったからタクシーに乗ったんだ。運転手さんに大まかな場所だけ伝えて、近くなったら詳しく案内する感じで頼んだのね。あるある。ちょっとそこ右行ってくださいみたいなね。近く行ったら。人見知りだからそっとして欲しかったんだけど、すごい話しかけてくる人でね。やだなぁ。ぐいぐい聞いてくるから、ちょっとやだなぁ、とは思ってたの。ええー、
このタクシー運転手も女性とかだったらあんのかな。なんていう名前なの？連絡先交換しない？それはちょっと。え、なんで？別によくない？ライムでいいからさ、今度飲みに行こうよ。俺、いろんなところ案内できるよ。もういろんなところ案内できることがさ、いいことっていうかね、そんなプラスなことだと思わないけどね。いや、本当にそういうのはちょっと。連絡するぞ。親会社に連絡するぞ。ノリ悪いな。つぶやきとかやってないの？それでもいいよ。断ってもしつこく絡んでくるから途中で降ろしてもらうことにしたんだ。住所も知られたくなかったし、家まであと10分くらいのところだったから。確かにそういうタクシーとかの人がさ、ストーカーになるとかもあんのかもな。もうここ近所なんで降ります。危ないでしょ、家まで送るから。これなんかあれながら小宅だったりすんのかな。連絡してやりたいな。これはコンビニに用があるんで結構です。それならいいけど、これ俺の連絡先だから。無理やり連絡先の書かれた紙を渡されたけど、なんとか降りることができて、今バンって閉めたな、タクシーを。コンビニで時間を潰してる間にタクシーはいなくなっていたから帰路に着いたの。深夜だから周囲を警戒しながら慎重に歩いた。それで後ろを振り返ったらね、タクシーが20メートルくらい後ろからゆっくり追ってきてたんだよね。うわ、わざわざヘッドライトを消してなんとか負けたんだけど、気づかずに住所を特定されていたらって思うとすごい怖いよ。こーわ普通に怖。皆さん気をつけてくださいね。2、6個、あと4個か。まだ4個あんのに結構かぶっちゃってんな。いや、かぶんね。それにしても今日は運が悪いかもしれん。これ最後の1個とか永遠に出ないかもしれん。スッと行こうぜ。かぶんな。あと4個あんだよね。やだ、私のおみくじかぶりすぎ。かぶりすぎ。10分の1、2回連続引くか。100分の1だぞ。こんな出ない。お前なんかやってんだろ。お前100円かかってんだろ、これ。これも残りだって10分の4がこんなに出ないってこと。黄色だね。黄色だもんな。10分の4がそんなに被んないことある？そんな出ないか、10分の4。もしかして新しいやつは1個しか入ってないとかあるかな。それにしても出ないな。ちょっとおかしくないですか？確率おかしくないですか？10分の4がこんな10回連続ぐらい出ない確率はどれぐらいですかね、数学得意な人。これおかしくないですかね。あんたやってるだろう、これ。そんな出ないかね。カットしねえぞ、こうなったら。やったー、茶色。もう入ってたんだと思って、もう入ってねえんじゃねえかと思ったもんな。俺には高校時代からの友人の A と B がいる。俺たちはみんな既婚者で、 B に至っては半年前に子供が生まれたばかり。それで B 夫妻の出産祝いのパーティーをすることになった。仲いいね。会場は A の家に決まった。実を言うと俺は A の家が苦手だ。隣、あれかな？ 2 階から姉ちゃんが覗いてんじゃないの？というのもなんとなく嫌な場所があるんだ。リビングのおしゃれな照明器具のあるあたりだ。人の家を悪く言うのは申し訳ないが、あの場所がどうにも嫌だった。なんで？おしゃれなのに？それとなく事故物件の話題を振ってみたが、特に反応はなかったし、俺が過敏になってるだけなのかもしれないが、どうにも気味が悪い。気持ちが悪い。なるべく目に入れないようにしようと心に決めて、パーティー当日を迎えた。なんかあれなのかな、違和感を感じてしまうのかな。 B の赤ちゃんは男の子だった。水色のロンパースを着た、ふくふくした可愛い子だ。子供服をプレゼントすると B 夫妻はとても喜んでくれた。いいですね。気を利かせてるな、ちゃんと。大人ですね。談笑しながらワインを口に含む。大人だね。例の場所に目が行ってしまった。楽しい気持ちが急激に冷め、寒気がした。しかし、お祝いムードをぶち壊しにするわけにはいかない。わあ、やっぱそういう感じか。そう思ってると B の赤ちゃんが例の場所をじっと見ているのに気がついた。赤ちゃんにはこの世のものでない存在が見える。そんな話を聞いたことがあるが。そして赤ちゃんは突然キャッキャッと笑い始めた。幽霊にあやされてんのか。その姿に釘付けになっていると抱っこしていた B の奥さんが言った。この子、揺れるものが好きなんですよ。
ん？何そのこの音。え？揺れるものが、なるほど。ここで首吊った何かがあるみたいな。揺れるものが好きなんですよってのは別にこのことを言ったんじゃなくて、あー怖い。それは怖い。これダントツでしたね。あと3つか。この調子だと全然出ねえぞ。全然出ない、これ。こんなにも出ないことあんのかな？相当運ないよね、俺。やたら黄色ばっか出るし。あー、来た！匂い。読みましょう。西田香織さん。あ。80歳になるうちの母はとても勘のいい人なんです。くじ引きで当たると予想を口にした時には、必ず上位の景品が当たるんですよ。私当たる気がするわみたいな、なんちゃらさんって言ったら当たるのか。全然俺おみくじ当たる気がしなかったからな。運がいいだけとか偶然だと言われればそれまでなんですけどね。高校生の頃、母の勘の良さに助けられたことがあったんですよ。いつものように朝食と身支度を終えて家を出ようとした時でした。香織、今日気をつけなさいよ。いや違う、あ、でも高校生の頃か。香織、今日気をつけなさいよ。え、どうして？あんた死ぬかもしれないから、細木和子みたいなこと言い出したな母さんじゃあもう行かない方がよくない？お母さんはもう今日は外に出ない方がいいわって引き止めた方が良いのでは？急に母に呼び止められて死ぬかもしれないなんて言われたものだから頭が真っ白になりました。嫌なこと言うね、まさかと思いつつも、あの母の言うことですから、いつもより念入りに周囲を確認することにしました。もうすぐ学校に到着するというところで信号機がチカチカと点滅して、いやー渡らない方がいいぞ、私は急いで渡ろうとしましたけれど、母の言いつけを思い出して踏みとどまりました。その時でした。一瞬何が起きたのか分かりませんでした。私の通報先で猛スピードで右折してきた車が電柱に衝突したようでした。激突したようでした。後で聞いた話ですが、通行人を確認してブレーキを踏もうとしたところで間違えてアクセルを踏んでしまったそうです。とんでもないな。でもあり得るんだよな、こういうことが。もし母の言いつけを守らずに急いで横断歩道を渡ろうとしていたら、私は事故に遭って亡くなっていたかもしれません。母が呼び止めたあの時、私から濃厚な線香の匂いがしていたそうですよ。ほー、線香の匂い、もう生かさない方がいいんじゃないかな。さあ残り2個です。5分の1だからね、5回引いたら出るわけですよ。今1回目、2回目、紫も多いな。3回目、ちょっと5分の1だよ。4回目、5分の1ですよ。今日運ないな俺、今日運ないな。さあ確率分母以上、天井も見た、これ怖い話だった。おーい7回目、ちょっとお、黄緑あったな。8回目引いちゃったよ。5分の1を8回引いてますよ。こっちは9回引いてますよ。右の人、なんかズルしてませんか？なんかズルしてませんか？5分の1を10回引きましたよ私。確率ちょっといじってませんか？やってませんか？ちょっと！ほんと出ないな。今日マジで運悪いな。13回引いてるよ。13回引いて5分の1引けないとかなかなかない。あー！入ってた！日常。一番、木村よしこさん。木下よしこさん。介護の仕事を始めてなんだかんだ10年。私は新人ちゃんの教育係になった。やっぱりこの仕事って大変なんですよね。大変でしょう。介護ね。訪問介護っていう怖い仕事もありますからね。3K なんて言われてるし、大変さもそりゃあるけど、あ、介護士で 3K って言われてんだ。臭い、きつい、苦しいとか慣れれば楽しいところもあるのよ。最近は腰が痛くて体力の衰えというか、老いを感じるけどね。重いもの持ち上げるからね。怖い思いをしたことってあったりしませんか？そうだね。夜勤中に緊急応対で心臓マッサージをしたんだけど、バキって音がしたのよね。うわ。でも心臓マッサージってもう骨を、あばらを折るぐらいの勢いでやれって言われて言うよね。
うわー折れたなって思いながら続けたわ。肋骨は脆い。あの感覚は今思い出しても鳥肌が立つ。それも怖いですけど、その夜勤中に幽霊とかって見たりしたことありませんか？カラスティングじゃないのそれ。別に幽霊は見たことないけど。そういえば半年前にこんなことがあった。利用者さんが誰もいないのに一人で延々と喋っていた。そんなことはこの業界では日常茶飯事だけど、まあね。はいはい、遠方からわざわざありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ええええ、今までお世話になりました。ええええ、お元気で。それじゃあ失礼します。よくよく聞いてみると、なんだか別れの挨拶をしているようだった。まさかなって思っていたら、次の日その方は亡くなった。よくある話だ。よくあるの。私、幽霊とか点でダメで、ベテランの木下さんにそう言ってもらえて安心しました。最初はきついだろうけど、慣れればこっちのものだから、一緒に頑張りましょうね。日常茶飯事だって。まあでも、やめられたら困るしね。うん、やめないように。そんな怖い話はないよってことを言ったのかな。さあ、10分の1入りました。俺からするとこれが一生引けないことが怖いです。10分、これね、あ、来たー。確率が収束しましたね。箱ラストですね。佐藤優斗さん。うん。僕が中学3年の時、マナという女子がいた。彼女からの好きアピールがすごかった。自慢かお前。僕の机に優くん、ハート、マナと書いてきたり、ちょっと痛いな。中学ぐらいの時こういうのね、からかわれますからね。リュックに勝手にお揃いのものをつけてきたり。モテている事実はちょっと自慢だったけど、からかわれるのは嫌で、行き過ぎた行動にも嫌気がさしていた。だから冷たくあしらっていた。正直、席替えになった時はほっとした。やっと離れられたって、席近かったのか。物理的に距離ができれば僕への興味も薄れるはずだ。そう思いながら、隣の女子に挨拶していると、背中に痛いほどの視線が突き刺さる。振り返ると、マナが鬼のような形相でこちらを睨みつけていた。嫉妬なんて可愛いものではない。もっと気持ちの悪いものを感じた。ヤンデレの素質ありかもしれんな、この子は。授業が終わると、彼女は僕の元にすぐさまやってきた。その前に逃げるのが僕の日課になってしまった。うえぇ。席替えから数週間、机に一通の手紙が入っていた。差出人は隣の席の女子。あー、なるほど。告白などではなく、マナから嫌がらせを受けているから何とかしてくれという内容だった。これはもうどうしようもないな。別に主人公が悪いわけじゃないのにな。ただ隣の席というだけでそこまでするなんてさすがに異常だ。先生に相談すればいいのじゃない。でも僕から注意をすればもっと嫌がらせがひどくなるかもしれない。そうね。だから迷惑をかけたことを謝るしかできなかった。ある日、忘れ物をして誰もいない教室に戻ってくると、マナの机にポツンと箱が置いてあるのを見つけた。はあ。箱にはゆうくんボックスと書かれている。うわ、嫌な予感がしたけど意を決して箱を開けた。え、中には丸まったティッシュや小テストのプリント、短い髪の毛、消しゴムのカス、ボールペンの包装フィルムなんかが入っている。うわ、拾ってんだ。ゾッとした。多分これは僕が捨てたものだ。それから怯えながら半年やり過ごして県外の高校に入学した。連絡先は信頼できる数人にしか教えなかった。以来マナには会っていない。いや、マナいるじゃない、いるんじゃないか。おお、確かにね、赤色がないなって思ってたんだよね。うん、終わり。さあ、10個コンプリートできたので終わりです。終わりを見ましょう。10分の1はスッと引けましたね。確率って収束するんだなって思いました。シュー、お話はどうだったかな。え、あまり怖くなかったか。それは残念。まあ怖いのもあれば、まあ別にってやつもあった感じだね。でもそういうのが詰まってんのが俺、そういうの好きだから。白状するとね、ほとんどのお話は実話を元に創作したんだ。え、僕の考えた最強の怖い話なのに実話なんだ。ちょっと力不足だったみたいだね。修行しないとな。もっと怖い話を作って、今度こそ君を怖がらせるから、またどこかで会おうね。バイバイ。こいつ見えすいたことしやがったな。こんなんで俺がビビるわけないだろう。もっとね、いや、もっとね、作者さんのね、控えめな心ができたな。ピシッみたいなさ、ピシシッっていう
めっちゃちっちゃなこの窓の音だったじゃん。もうキャーぐらいやっちゃっていいよ。ね。一時俺の動画の効果音を大きすぎて怒られてたもんね。そんぐらいやっちゃっていいと思うよ。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ここ、ないよね。はい。はい。ということで、僕の考えた最強の怖い話でした。まあ、怖いのもあれば、怖くないのもありましたが、こうやってまとまって読めばなんか面白かったですね。確率も収束しましたしね。またこの、ネオ僕の考えた最強のこの話、怖い話がね、出たらやってみたいと思います。やっぱたまにね、ホラーノベルやると、すごいなんか楽しいね。